こんにちは。すごいよく咲いてるね。咲いてますね。うちいるけど咲かないよこんなお花。そうですか。うん。やっぱり日当たりが全然違うから。日当たりの問題ですね。うん。だと思う。あとなんだっけこの白いやつ。イガミツバ。うん。このこっちのこのお花咲いてるやつ。二股一毛。二股一毛か、はい。ここすごいんだもんね二股一毛。向いてます。これはまた違う種類なんだよね。そうですね。あ、すごいいっぱい出てるあちこちから。そうなんです。すごい。楽しみです。もういろいろ山アジサイとか、いろいろ入ってて素敵。あ、セアノサスだ。はい。なんだっけ、ヘンリーデスホースセ？そうです。あ、そうなんだ、はい、楽しみ。もうそろそろ ね、 そうですね、こんなつぼみ大きくなってるし。皆さん大好きでニーブル紫色好きですね。ね。だからこの動画と紫と合わせたりとか。あ、そっかそっか。そう、ピンクとピンクだらけなんですここ。いやでもうちも最近ピンクとかさ、うん、派手な色がだんだん増えてきた。あれが派手な感じに見えちゃうけど。あ、黄色のやつ。はい、でもなんかそうだよ、賑やかな方がいいやと思っちゃって。今だけ賑やか。そうそうなんですよね。あとが地味な。ね。今です。いやでも素敵です。では中入ります。やっぱしここかし、ここは前からあったっけ。ここは前からありました。そっかそっか、ここ前から敷いてあって、はい、敷いてありました。そうだよね。この窓辺もいい感じです。このテラス、テラスか、テラスがいい感じ。街が増えました。そう、はい、そうだっけ。なんか木が多いとバラが育たないんですよ、うん、そうだよね。と結局テラスとか、うん、こっち方面じゃないと日が当たらないの。そうだよね。ここはねすごく日当たりがいいもんね。そう、あ、これは何、これあれか、これパクチー。パクチーだよね。可愛いんだよね、パクチーの花って。パクチーの花可愛いですね。そうめちゃめちゃ可愛いんだよ。なんか食べないで花を楽しむみたいな、うん、で種を取るみたいな感じです、うん、でも花も可愛いし。花可愛いんです。私はあの食べないけど、食べる人にはあまり得意ではないんで食べないんですけど、うん、花可愛い。この花めちゃめちゃ可愛いじゃん。イバグリスゲがすごい大きくなるんだよね、意外とね。そうですね。でもこのドライフラワーにしたくて。あ、なるんだ、はい、もう切っちゃえば。本当だ、もうねすでに乾いてる感じだもん。なる可愛い。庭に入りましょう。いや変わった変わった。ここ変わりました。すごく変わった。はい、でもすごい素敵。しっとりしてるね。そうですね。今朝まだ水あげてないんですけど。うん。あの庭とすごく。そうだね。雨が降った後とかすごく綺麗で。あ、綺麗だわ。あとライトアップするんです夕方。うん。そうするとまた光が石に当たって。いい感じかも。ちょっとね夕闇の庭がとてもいい、おしゃれで。好き好き、こういう感じの方が好き。私もこれからですけど山アジサイがいっぱい。本当だね。こっちのこんにちは前からあったんですけど、うんうん、より通りやすく、あ、いろいろ作ったんだね。こんにちはね、こんにちにしちゃいました。うんうんうん、隙間隙間手入れが楽なので。あ、でもすんごい好き、しっとりしてていい。 あそこの位置がメインになっていて、ここね、この椅子があまりに進んだので、ね、うん、なるほどなるほど。ポイントになってくれて、うん、いい感じ。ちょっと軽井沢っぽい感じ。うんうん、そうそう、なんかね、軽井沢っぽい感じ。確かに。やっぱりああいう苔とかがすごく似合うなと思って、うん、苔の寄せ植えっぽいを作って。うんうん、でもあのさ、この寄せ植えになってるあの下の台、なんていうの、はい、器？
あれってなかなかないんだよね。そうなんですか、あの、うん、溶岩石を穴を開けて、うん、開けたの自分で。いえいえいえ、開いてるのを買ってきて、自然にこう苔が張ってってくれて、うん、自然な庭。素敵だ。これから植物の方が旺盛になるので石が隠れてしまうので、うん、その引き算で、うんうんうん、いかに石を出すかがちょっと課題というか。あ、なるほどね。この周りのいい感じでもすごい好き好き。植物が本当に、ね、隠れちゃうんですよね、うん、大きくなると。そうだよね。あとアジサイもやっぱり山アジサイは抑えられるんですけど、普通のアジサイはどんどん大きくなっちゃうので、うん、分かる。どうしようもないよね。やっぱ切り詰めるように、うん、ちょっと新芽がビュンって伸びたのつったりして。でもそうするとなんかさ、咲かないでしょ。咲かないですけど、咲かないでしょ。抑えたいんですよ、うん、そうね、うんうん、そこが難しいね。山アジサイの中にも大きくなるのあるしね。ありますね、うん、すごいいっぱい山アジサイ入ってるし。そうですね、うん、ここからのだいぶこのアジサイが大きくなってしまって、うん、ここからの風景好きだったんですけど、うんうん、ちょっと邪魔してますね、だいぶ、うん、そうだね。でも切れなくてわかる。あんなにいるのでそしてなんかここ空気がやっぱりひんやりするよ。そうですね、このほら大きな木にさ影作ってるじゃない。そうです、ね、この木が木漏れ日を作ってくれて、ね、すごい。本当涼しくて。わかる。5度ぐらい違う。違うんだ。違いますね。いや木ってすごいよね。涼しいです。山の中に入ったよね。うんうんうん、まさに軽井沢だね。軽井沢いい感じ。小屋が、あ、できた。そうだよ、これも見たかったんだ、はい、私。小屋がね、ここから入るんですけど。あ、いい感じ。なんかアンさんらしい、なんかすっきりした感じの、う、うん、シンプルな小屋だね。庭を邪魔しないことができないと思って。そうそうそう、いいと思う、とっても。色も、そうそう、周りの家が白いので、ちょうどね、うんうん、いい感じ。そう、違和感ないよね。違和感なくて前からあったような感じ。そうそうそう、素敵な。ここはなんかポイントのやっとコーナーができました、うん、椅子もとってもいいじゃない。椅子もね、アンティークのはい、アンティーク古花市でいいよ見つけて。素敵。もともとあったものと、うん、古いものを見て、ワンデーデコールさんのボールとか、うんうん、イヤーズプレートもね、邪魔にならない程度に、うん、入れてます。いい、とってもいい。アジサイも可愛い。これ可愛いですよね、うん、いいじゃない。あ、いや、これはなんか邪魔します。あ、土足で大丈夫。大丈夫ですか。これはちょっとたまんない感じ。ストーブも、あ、こっちは使ってるやつだね。これ使ってる。こっちも古くて。でもかっこよくない、これ。かっこいいんですよ。ね。うん、サビサビが好きで。飾っとくだけでかっこよくない？そう。前はここに飾ってたんです。あ、そうなんだ。でも季節が変わったので、うんうん、いいなぁ。え、これもアラジンなのかな。アラジンの古いやつ。古いアラジンですって。へー、イギリスのって言ってましたね。いや、すごい素敵。いや、なんか、うん、素敵なのがいっぱいなんかあえて壁を作らないで、うん、あのこう飾れるように。あ、そうか、だからこういう風になってるんだ。本とか飾ってもいいし、うん、ちょっと秘密生地っぽい感じで、うんうんうん、なるほどね。あと、ここから育って庭を見るのが特等席なんです。どこ、ここ？ここか、ここ。私はここから見るのが好きで、ここでお茶飲んだり。あ、本当。そうなんです。ここから。あ、いいね。いい感じで、そう。で、ここ、午後になるとこう涼しい風が吹くんだ。吹き抜けるので、午前中は暑いんですけど、午後はすごい涼しいんですよ、うんうん、へえ。いや、本当に素敵だった。ああ、
ありがとうございます。うん、なんかほら前から見てるじゃない。そうですね、うん、前は芝だったのでなんか。そうだよね、うん、いや前も素敵だったけどなんか、うん、さらに石張りを敷いて小道を作ったら、うん、やっぱり作業もしやすいし、うん、あの手入れが楽だもんね。そうだよね、もう履けばいいだけだもんね。そうここね、で草も生えにくくなって、うん、うんうん、うん、小道に溶岩石の小石なんて売ってるんだ。あの見つけてくれて持ってきてくれました。ちょっと歩こう。じゃあそこ、うん、見よう。ジャリジャリ音がします、だから、うん、でもそれもまたいいよね。あ、本当だ。あ、でもすごいしっとりしてるね。そうですね。あ、音もいいじゃない。私ここのさ、ここのこのあれが好きだったの。これすごい大きくなったね。大きくなりました。こんな方が長いんだよ、うん、あれがあって、コバナズイナ、ヘンリーズガーネットだよね。え、未生なのこれ、はい、やっとここまで大きく。かわいい、すごくかわいい、ね、でもビューンって伸びる子がいるから、多分ノバラ、ノバラ、でもノバラにしてはすごくかわいいんだけど、ノバラにしてはなんか八重っぽくて、うん、かわいいんだけど。おかげのアンで生まれたバラだから。なんだおかげのアン、なんか名前にする。アンローズとか あ, ありそうな名前かもしれないけど。 あのさ、つもみがすごいかわいいんだよ、ほら、うん、見て見て、ほら本当ですね、すごいかわいい、うん、で、これは一期咲きで、この後、うん、あのローズヒップがいっぱい取れるんですよね。だから多分ノバラが強いんだと思うんですよね、うん、かわいい。あんまりかわいくて抜けなくなっちゃった。いや、抜かないで、かわいいから。なんか足にも心地よい感じがするよ。気持ちいい感じがする。素敵だよ。ここもテラス。お邪魔します。お邪魔します。グラム、グリちゃん。あ、グリちゃんね。ね。男の子なんですよ。かわいいね。かわいいです。かわいいね。うん、めちゃめちゃかわいい。うん、ね、このボールは気になるみたいだよ。そう、ボール。これこれこれ。遊ぶのね、これね。広いとこね。Mm-hmm.